キプロスの聖、沢聖堂のイコノスタシスイタリ生三者聖セ,セルギー、大修道院の生新女終身大聖堂のイコノスタシスフィンランドのイコノスタシスティミシュアラの三成聖者大聖堂のイコノスタシス初心品による法人礼の光景。白地に金色の刺繍を施された財布を着ている二人がタスクサイ。左手前に大きく映っている濃い緑色の財布を着用した人物と、 イコノスタシスの向こう側のイタリ聖書の奥に小さく写っている人物が司祭イタリ聖書の宝座手前で水色の財服を着用し、宝冠をかぶって法事に当たっているのが主教である。聖教会では祭日ごとに財服の色を統一して用いるのが一般的であり、このように初心品が別々の色の財服を用いるケースはそれほど多くはない。財服を このように乾燥するのは、写真撮影などの特別な場合を除いて、抗議等の場面に限られている。イコノスタシスと訳されるとは聖書と、イタリ聖書を区切るイコンで覆われた壁である。聖教会と東方諸教会の聖堂で用いられる。日本聖教会ではロシア語のに、準拠し、イコノスタスと呼ばれることが多いが、ギリシャ語、英語に由来するイコノスタシスの表記も用いられる。 イコノスタシスは、初期キリスト教建築の聖堂において用いられた、新郎と内人、あるいは内人とアップスを区切る、テンプロンから発展した。押しをするカス修道院の生信女聖堂など、聖教の古い聖堂では現在でもイコノスタシスではなく、テンプロンがその役目を果たしている。主に新品が出入りし、生体礼儀を行う、イタリ聖書と信者が祈祷する場所である。 聖書を区切るもので、黄門、南門、北門から構成される三つの扉を持つ。本来は低い仕切りであったが、歴史を重ねるにつれて高くなり、多層化してきた。イコノスタシスの製造の配置は教会によって定められている。本節では、イコンの配置と黄門、南門、北門等の構造について述べる。イコノスタシス中央の門を黄門という。 オーモンとは大ルイ一須ハリストスの門の位。二枚の扉からなり、ハリストスの責任という救世主の到来、福音を伝える天使、ガウリールと生仮民女、マリアのイコンを必須の構成要素とする。通例上下に四人の福音書記者が描かれるが、聖心女福音のイコンの下方に配置される場合も、あれば、上下に生心女福音のイコンを挟むように配置されることも、ある。 王門の上には、機密制定の晩餐の遺魂、さらにその上にはその制度が記憶している聖人、または聖書の出来事が描かれる。王門は新品のみ定められた時にのみ出入りすることができるもんであり、方針例以外の準備の際、清掃の際などには、通行に用いられることはない。王門は、後期当中の定められた時に開く。鉄や塔をはじめとする万刀の際にも、 大門を開く、下書の指定がある。生体礼儀の際には、大制入りや、性変化、両政治などに開かれ、定められた時以外には閉めておく。しかし、復活大祭の早かに開かれた後、それに続く復活説の第一週である、光明習慣の真中は、南門と北門と合わせて、常時解放される。イコノスタ室の残りの二つの門には一般に、 ガウリールとミハイルといった天使が配置されることが多いが、稀に、タスクサイであった聖人が配置されることがある。これは、難問、北門方針例中に出入りすることの多い、タスクサイが天使の型取りとされることを反映している。その聖堂が記憶している、聖書中の出来事、祭日、聖人等に関連する遺恨は、イコノスタシスの一番右側が、オーモ門の上部に掲げられる。 例えば、種の復活制度の場合、復活大祭の遺魂をイコノスタシスの右端、もしくは、大門の上部に掲げる。他の場所には、ハリストスの生涯、あるいは、聖書の場面、聖人の遺魂祭日の遺魂などが描かれる。多くのギリシア聖教会の教会では二段構成となっているが聖教会がロシアに伝えられてからは3段、4段、 5段と、イコノスタシスの階層は増やされていった。従って、ロシア正教会では、ギリシャ正教会では見ることのできない僧霊活動者が、イコノスタシスを見ることができる。また、ロシアの周辺地域においても、同様のイコノスタシスを有する教会がある。かつては、日本のニコライ堂のイコノスタシスも、多層式のイコノスタシスであったが、山下林も一部を描いたとされる。 当初の多段式のイコノスタシスは関東大震災で消失し、復興後のイコノスタシスは一段式となっている。ただし、その高さは一定の水準を保っている。多段構造か単段構造であるかは、イコノスタシスの高さとは必ずしも関係がない。近年は、イタリ聖書と道内との方針例上の交流感、一体感が好まれて、イコンを支える壁面を、 格子のように風通し良い構造で作り、断数構成を低く抑える傾向も、アメリカの正教会などを中心に存在する。これは、イタリ製書内の新品の動作が常に伺える利点がある。一方で、オーモンの開閉動作が、より象徴的な位置に追いやられるとの危惧もある。エフトハイリア・レンテイッチー、レアイコノスタシー・デッテ・チエセ・フレッシュ・イン・イタリア。 http://www.apostoliki-diakonia.gr スラッシュインデックス。it.asp.atme2008. ありがとうございます。